フランス大統領と海外でとんでもなくバズる。フランス大統領夫人が同国内イベントで伊藤を流し上げており、話題が拡散。世界のサッカー情報を発信している X アカウントのアウト・オブ・コンテクスト・フットボールが、伊藤がフランス代表のユニフォームを身にまとった加工画像を公開。フランス大統領への認知度もそうだが、フランス代表にまで仕立て上げられる伊藤に世間のざわつきがとんでもないことになっているようだ。どういうこと？なんで？何が起きた？これを作った人は冗談が過ぎるよ。フランス人の男の子、本当に、彼の名前を教えてください。兄弟、伊藤×ムバッペ。フランスはみんなの故郷です。彼は、注目度が高い選手のようだ。彼をよく知らないが、歓迎するよ。彼は素晴らしい選手だ。歓迎したいがすぐには無理だろう。良い選手。これは素晴らしい。フランスのリーグで彼は、チームを牽引している。だが、代表になれるかは、意見が分かれそうだね。冗談の話でも、真剣な議論が起きそうだ。まずはフランス。